海道の竹焼きです。皆さんラーメンが食べたくないですか？ラーメン食べたい人いますか？はーい、せーのっつったやろ僕その動画では結構その家系ラーメンって言ってるんですけど、あんまり普段食いに行くことがなくて、もうたまに会ったらいいみたいな友達いるじゃないですか。すごいキャラ濃いみたいな、すごいその時は楽しいけどみたいな、なんかその感覚なんですよ。どういう感覚？いや、わかりますその意味は。そう、すごいよ家系ラーメンって。めちゃめちゃ美味しくて悪魔的なんですけど、食べた後は飛ぶんやーみたいな感じになっちゃうんですよね。そこでちょっと今日は条件付きで家系ラーメンをみんな食べようじゃないかということで、家系ラーメンのスープを、もう普段ってあんまりこう飲まないんですよ、全部。半分つけ麺みたいな感覚と言いますか、汁が濃すぎるので、なんか汁まで飲まないことが多いんですけども、今日はちょっと汁までちゃんと飲みたいなと思って、以前にもやってる企画なんですけども、その家系ラーメンでやろうということで、本日はですね、家系ラーメンのスープがなくなるまで膨らましたら、果たして何枚になるのか、こちらをやっていきたいと思います。結構長い間食ってないね。僕最後に食べたのが多分大きい家系ラーメンを食った分なんですよね。すごい特製の家系ラーメン作ってもらったんですけど、本日はそちらでたらふく家系ラーメンを食べていきたいと思います。それではやっていきましょう。いただきましょう。なんか冬になってきたらすっごい毛がモフモフになってきたね。なんか抱き心地があるというかいいね、冬毛の方が。ニュン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 。お前 YouTuber かよ。めっちゃカメラ意識してるよ。俺で YouTuber やな。今回替え玉をねしていくんですけども、ちょっときつくなったら手伝って。もちろんです。だって弟とかさ、なんかめちゃめちゃ腹減ってる時にさ、家系ラーメン爆食いして吐いたことあるんやろ昔。ああ、あるあるあるせっかくのね丹精込めて作ってくれたラーメンやから無駄にはしたくないということで、まあでも限界まで頑張りますから。 YouTube の広告ってさ、その人に適した広告出すやん。はいはいはい。例えばタマちゃんとかやったら分からへんけど、タノンとか出てくるのかななんかおかんとかやったらさ、はい、日用品とか出てくるっていうからさ、広告で。そうなんや。でうちのおばあちゃんはなんか一時めちゃめちゃなんかデポドンの核弾動画発射みたいなあれかめちゃめちゃ流れてくるって話をしてて、で前地くんってほんまに大阪引っ越してからさ、僕もそうなんですけど、マジで結構忙しいじゃん。なんか自分の言うのあれやけど、ね、結構休み時間ないじゃないですか、はい、だからその、まあ、前地くんの欲望が出たんかな。ちょっと女の子と遊びたいっていう、はいはいはい、YouTube の広告に普通じゃ考えられへんバカでかい Tinder の広告出てきてて広告2個分ぐらいの大きさやったもんね。やし、なんかね、半分なんかエロ動画みたいな広告出てきてて、な、YouTube ってこんなん言っちゃけねえみたいな言っててさ。っていうぐらいね、ちょっとね、忙しくやらさせてもらってます。ラテラテの MV は下に概要欄貼ってます。ゆっくりと12月の明かり。マジでクリスマス女の子と過ごしたこととかないから、ほんまに寂しい曲しか頭なんか出てこないんですけど。で、なんか寂しくならん？クリスマスってなんかちょっと。曲もそういうの多いやん。何それ。モクン。誰がモクンや。モクン、次は女の子の心を盗むってか。いやうまいこと言わねえで。失礼しました。ゴンゾー。誰やでゴンゾーって誰やでボス的じゃない。多分結構長い戦いになりそうだからさ、マックスぐらいってグーいっぱいあるのがいいよね。そうですね。いつもさ、この勢いのまま行ったら結構すな地獄見るよ。それではいただきます。ちなみにスポ麺の型でいきました。味濃いめ、油多め。結構ラーメンの動画撮ってるか分かんねんけど、麺硬い方が汁がまとわりつきにくいんだよね。柔らかい方が汁が減りやすいです。どうぞ。家系の一口目はやばい。やばいよ、ほんまにやばいよ。頭おかしなさい、もう。100倍美味しくなる悪魔の食べ方やっていいですか？あ、どうぞ。海苔の上に、こちら。ダイレクトアタック。これで、ね、直接食うのが一番うまいっていうからさ、こうやって。悪魔の食べ物。うますぎ。ちょっとスープにも溶かして、なんで海苔の上に乗ってんのが悪魔の食い方と言いますと、スープに薄めたらさ、ニンニクそのものの風味も薄れちゃうから、この上にやって直接こう取り込むことによってダイレクトアタックされるという、口の中に。明日レコーディングって言ってたけど大丈夫？まあ、マイク音がちょっと嫌な顔するぐらい。
イメージないですよ。まあ言うてもあきくんもな、いつもしょっちゅう一人家系ラーメン行ってるからさ、始まってんの、いつも匂い。いっぱいの食い折れました。いっぱい上で食べた具は、のり1枚、チャーシュー1枚、卵一口、ほうれん草少々って感じやね。ちょっと残していからね。ここで次の替え玉を頼んでいきましょう。でもさ、いっぱい食ったぐらいじゃなんか全然減った気せえへんねんけど。それはまあいっぱいやったらそうか。じゃあ2杯目いきます。まあまあまあ、まだ美味しく食えてる。この向きにしたら何食ってるかわからんな。うまい。たまらんなこれ。でもこんな中毒性のある食べ物なかなかないよね。そうですね。レムリエンなんか入ってんじゃん。でもほんまにたまにめちゃくちゃ無性に食いたくなるのわかる。別にでも実際にあるらしいよ。ヒューマンバック大学やってたやん。やってましたね、中国のラーメン屋でね。そう、中国のラーメン屋。ヒューマンバック大学の話毎回してる。学生やんもう。うん、食えたよ。佐々木博というわけで、続きまして細麺がね、あるらしいんでちょっと珍しいなって思って、食べたことないんで細麺で次食べてみようと思います。あれやね、替え玉するたびにさ、だし入れてるからさ、味がどん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 濃くなっていくパターンだから。確かに。お、見て、細麺の方がちょっと汁吸ってくれそうな感じで。でもだいぶ減った気しますよね。確かに。いただきます。楽しい。美味しいよ、細麺。細麺ってことないな。なんかすごい違和感ある。ビーフの味イコール太麺の感じやからさ、一瞬ね、違和感を感じますけど、でも合いますわ。そういうもげです。やすいですよ、ちょっと23歳です。あー、もうちょい。あれ、もしかしてお腹何分目今。15。いえ、動いてきた。腹いっぱいなんで、すぐってかなんやろ。最初いっぱいまで全然いける気にしたんよ。急に気にしたよ。あ、頭でもか。出てきます。これ何杯目なのかな。タイガモは3杯ですね。麺で言ったら4杯目。ちょっと味変えていい。豆板醤って言って、多分これ辛くなるのかな。いや、なんか味変が必要なと思ったわ。いただきます。あれでも美味しいわ。次頼みますか。まあ、一点三つ飯だよ。でもだいぶ減ったね、マジで。これもう終わり近いよ。見た目変わってきた。いや、もうないことはないわ。めちゃめちゃあるやん。いつも海苔と言いながら船に乗せてくるやんか。ニンニクをもうこの辺の船しかない。で、あとはいただきます。ミーラーメンですけど、ミーラーメン腹壊したね。ニンニクと腹壊れるの。食いすぎたなるな、たまにな。お、すごいすごいよ。お、卵おったこと忘れてた。ほら、あ、しへん、あ、しへん。だいぶ減ったんじゃない。これ毎回言うけどさ、家系ラーメンやったらスープ全部飲み直した後なんか書いてるかどうか気になるよね。一覧なんて書いてるんだっけ。この一滴が最高の喜びです。でも家系を全部すするってさ、結構難しくない。こちら側は言うとちょっと気になるね。じゃあそれはもう最後楽しみにしましょう。最後5杯目。うん、これなくなったんじゃん。いけた。これ以上食ったらやばい気がするんで、バトンタッチですか。よろしくお願いします。ちょっと行っちゃっていいですか。いいよ。よし。これはこれでなんか混ぜそばみたいなってうまいっすね。うん、大好きよ。うん、こういう混ぜ麺食いたいもん。すごい嫌な顔するよ。かなり苦手やもん。腰のおじさまカレー食うぐらいやもん。残りあと一口でも、これスープこれなくなったと言ってもいいんじゃないでしょうか。いいでしょう、それはもう。あ、なんか字見えてるわ、やっぱ。これちょっと楽しみやね。ちょっと手伝ってもらいましたけど、ラスト一口はいただきたいと思います。僕がお願いします。温かい。
金額で買いになりました。1,2,3,4,5で元々の合わせたら6杯、そうだ6杯あれば家系ラーメンの汁を全てなくすことができます。あーマジきつかった。今までのラーメン企画で一番きつかった。ちなみにこれなんて書いてる？半幕一丁。どういうこと？スープまで伸びきったよって。半幕ってそういう意味なんや。名前乗るんじゃん。じゃあ半幕達成者って書いてるけど、確かに。じゃああれは達成者ってこと？へー、あれあれこれ顧客賞のサインじゃない？これマイキロのサイン。え、これトマトじゃなくてミカ。普通に美味しいラーメンをその後2人は食しましたとさ。ごちそうさまー。うん、カビゴン。スザンボールや。スザンボールや。誰スザンボール。